はい、本日も森友事件についてね、ちょっと考察してみようかと思います。これは4月10日の記事なんですけども、まあ夜に出されたんでね、ここへのリリースが1日ずれてしまいました。近畿財務局職員の遺族が国と佐川元理財局長を提訴ということで、これは提訴はね、以前に行われていたんですけども、それをね、改めて記事で取り上げましたよってことですよね。改ざんは誰が何のためにやったのか、土地の売り払いはどう行われたのか、真実を知りたいと、まあ多くの方が思ってらっしゃるところだと思いますし、まあね、この動機がどこで行われたのかってことはもう想像に難くないというか、証拠が出てきていないだけでもう完全にその通りだろうと。いやいや、もう証拠も出てきてるんだけども、それを証拠だと。犯罪者そのものがね、証拠だって認めないというね、犯罪者だったら言い過ぎですけども、当事者が、そうなんです、すいませんでした、ね、認めなければいつまでもすっとぼけることができるというものをね、まあ、利用してるのかなとさえ思ってしまいます。このね、大阪府豊中市の国有地が8億2000万円もの値引きをされたわけなんですよ。で、値引きをされたその原因としてはですね、まあゴミが埋まっていたから、そのゴミの撤去費用だと言われてましたけども、ゴミなんてね、なかったし、撤去した、その、形跡もないと。しかも、ゴミが埋まっていたとされる写真も偽造されたものに間違いないというふうなね、そういうふうな見解も出るということで、もうどこまでも証拠を積み上げても、その証拠を捏造した人が、はい、バレましたって言わない限りはずっとね、平行線で通ってしまうということが怖いんですよね。で、この森友学園という俗に言われるこの事件なんですけども、もともとは森友学園ではなくて、瑞穂の国記念小学校という名前で、その後の名誉校長に安倍昭恵夫人といってね、安倍総理の奥さんが関わっていたということなんですよね。もう真ん中で関わっていたわけなんですよ。というよりも、この昭恵夫人がね、この学校を開かせたと言ってもいいぐらいですよね。で、今回提訴した、この赤木さんの、赤木さんって方が亡くなったんですけど、その奥さんの手記がね、ここに書いてあります。まあ、最も大切な家内、要するにね、家族、もう本当に私ね、もう文章を読むにつき胸が詰まるんですいません。歯切れが悪くなってしまうんですけども、まあ、ここはね、ちょっと皆さんですいません、読んでください。最後だけ見させていただきます。最後は、株が尻尾を切られる、なんて世の中だ、手が震える、怖い、などとあるということでね、まあ、本当に、怖いですね。こういう精神状態に追い込まれたわけなんですよ。私もなんかね、もう胸が詰まりますよね。で、値引き問題が明るみに出た2017年2月17日なんですけども、安倍総理がね、国会でこれを言ったからね、もう何もかもぶち壊しなんですよ。私や妻が関係していたら、総理大臣も国会議員も辞めると断言したと。断言したにしても、もういいじゃないですか、これは。辞めなくていいから、真実を言ってくださいということでね、安倍総理の顔も立てて、で、真実の真相も明らかにして、で、気持ちよく行きましょうってことなんですけども、まあ今更ね、そうもいかなくなったんでしょうね。こんなこと言うもんだから、人が死んでしまうんですよ。だからね、総理の発言っていうのは本当にね、人の生き死に関わるんですよ。今もそうですけども、やっぱりね、今こういう状態じゃないですか、世界中が。で、日本では、店舗ですとかね、会社の方がもう、息も絶え絶えなわけですよ。まあそこに来て、安倍総理がね、気を持たせるようなこと言うけども、実際は、その、保証の範囲が狭いとか、ほとんど保証される可能性のないようなね、そんなことなわけですよ、蓋を開けてみれば。まあ、助かる方がいるのも事実なんですけども、こういう場合はですね、もう全国民を救うぐらいの気持ちを、その、なんですかね、フルバックの総理には、考えてほしいなと思います。まあ、総理がね、こうしようって言えばそうなるんですよ、この国は。こうしないって言ったらそうならないんですよ。そういうことをいろいろ考えていくと、本当にね、ひどい事件でもあるし、この本当の一つのね、失言というか発言が、一人のね、人の命をこうやってなくしてしまうんだなと思ってしまいますよね。まあまあ本当にね、私胸が詰まってですね、文章が読めないですね、いつものように。はい。で、提訴を支援する同僚は皆無ということで、この提訴に対して、なんとですね、赤木さんの同僚の方っていうのが、誰もですね、協力してくれないってところがあります。ただでも、心の中ではいろいろと思うもんかなと思うんですよ。で、はい、それでですね、続きを読んでみます。ちょっと本当に胸が詰まるんですけども、ここはね、ちょっと皆さんに分かってほしい。大阪地検は改ざんされた政治家の関与などは、文章の本質的な部分ではなく、売買契約に大きく影響していないを理由に、佐川らを不起訴としですよ。こんなこじつけありますか、皆さん。大和町子特捜部長は、それによって栄転したわけですよ。要するに、犯罪を隠したということで。要するにね、知見がね、これは犯罪だって言えば、それは犯罪になるし、これはまあ、いいんじゃないのって言えば、本当にね、闇から闇に葬られるわけですよね。こんなことがあっていいんでしょうか、ということなんですよ。で、改ざんを作業させる際、全責任は自分が取ると言った、南義人さんですかね、近畿財務局長は、その後、口をつぐんで、
東京国税局長に栄転したわけですよ。最高の昇進じゃないですか。これどんな責任取ったんでしょうね、本当に。もうこの辺はね、怒りが込めてくるんですよ。ですから一人をね、人柱にしといて、あとはね、みんなで出世しましょうみたいな、このウィニングロードがあるわけですよ。本当やりきれないですよね。この赤木さんって方は、ご自身が命を懸ければね、同僚が何かことを起こしてくれると信じて、こういうふうな行動を取ったと思いますけども、それがね、完全に裏目でだと。信任口なしみたいなね、これ昔からあることですよね、信任口なし。私たちはね、こういうふうな義を見てせざるは言うなきなりとでも言うのですかね、本当に正しいことを知ってるのに、そうじゃない、正しくないことを自分の欲得のためにね、やってしまうのかと、本当にね、なんかこう怒りが込み上げるのか、それともね、これが人間の本性なんでしょうか、もうどういうことか分かんなくなってきましたね。ただね、ここに関わった方を擁護するわけではないですけども、私が仮にね、この財務局の中で働いていて、こういったことがあってね、自分が命を懸けてまで不正を不正だと言えるかと思ったら、ちょっと自信がないですね。で、不正を黙っていれば、一部の人を泣かせれば、一番の権力者に取り入ることができて、そしてね、出世の道が開かれて、逆に本当のことを言って、まあ、時の権力者にね、結果的に背いていけば、正義は放置されるけども、自分の人生は、本当にね、買い取ってもらえるというかね、どうなんですかね、これはね。皆さんもね、思うところがあると思うんですよ。もう本当にね、怒りで文章が読めなくなってきました、またいつものように。で、最後だけちょっと一緒に確認してみましょうか。赤木さんの公務災害が認められた経緯を知るため、妻は、同省に開示請求した資料はほとんどのページを真っ黒にされたと。自殺から2年後に提訴や遺書の公開を決意したのは赤木さんの3回忌が済んだためだというと。で、これ余談なんですけども、 N 国党の立花隆さんがね、森友問題をね、諦めずにグイ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 突っ込んでいくわけですよ。その YouTube を見て、この赤木さんの奥さんは、自分はね、奮い立っていかないといけないっていうふうに思われたそうです。で、改ざん命令を出された時、赤木さんは奥さんにですね、内閣が吹っ飛ぶようなことを命ぜられたと語ったらしいです。赤木さんとご遺族の無念を晴らすには、もう真相究明しかないわけですよ。いや、本当にね、ひどい話だなと思うんですよね。でね、なんと言いますか、ここもね、私はね、なんというか、もう言うことがいっぱいありますね。ちょっとね、皆さんこの文章を読んでください。URL を説明欄につけておきますんで、よろしくお願いしますよ、本当に。